こんにちは、スクです。続きやっていきます。ステージ10、浮気2。また浮気すんのか。ま、そんなもんか、こいつは。俺、ここの生パスタ美味しいんだぜ。どんだけ生パスタ食いに行ってんねん。カナトモ、あ、カナトモとうまいことやってんのか、こいつ。マジか。てか、カナトモあんだけガード硬かったのに、とうとう落ちてしまったのか。この俺くんもやり手ですな。ああ、待ちきれねえな。どんだけ生パスタ好きなの。あら、そんなにお腹空いてるんですか。違う。お前とのキス、待ちきれねえ。どこでしてんだよ、お前ら。うわあ。やば。もうこれは言い逃れできないんじゃない。彼女、てんてんてん。どうすんのこれ。何してんの。デートの下見ってことにしたらどうですかね。許してください、何でもしますから。これじゃあちょっと言い逃れにならないだろ。ご飯だろよ、ご飯。何もしてないよ。ご飯だよ、ご飯。ん、ご飯だよ、ご飯。ご飯食べてただけじゃないでしょ。お前も呼ぼうとしてたんだって。お前も呼ぼうとしてたんだって。このタイミングで。もうそろそろあれが来るよ。は？嘘嘘嘘。私に？おめでとう。ほら、ろうそくの火消してよ。違う人のだ。向こうの人、誕生日みたいだな。私も俺くんの命の灯火消していい？賛成した。ダメだこりゃ。あれか、カノともあれか。もう浮気って理解して付き合ってる感じか。じゃあ協力してもらうしかないんじゃないの。カノともだって彼女に嫌われたくはないだろう。そしたら、何もしてないよ。何もしてないよ。いや、キスしようとしてたじゃん。あー、キスね、俺の地元では普通なんだよ。と、ここでネタバラシ。いや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 、違うよ。いい言い訳を思いついたと期待して、と、ここでネタバラシ。ドッキリでした。ちゃっちゃらーん。もうびっくりさせないでよ、俺くんたら。とか言うとでも思った？冗談では済まないし、私たちの関係はここまで。ダメだ。じゃあ、どうしたらいいんだろうな。許してください、何でもしますから。いや、許さない。仕方なかったんだ。まだキスしてない。キスは俺じゃなくて他の人格がやろうとしたんだ。これはちょっとさすがにダメでしょ。まだキスしてない、まだキスしてない。でも手繋いでたよね。手くらいいいだろう。もう手も繋がない、もう手も繋がない。そんなこと言ってまた会うんでしょ。もう会わない。そんなの信じられない。はい、 LINE 消した。そんなのまた登録できる。おお、はい、壊した。そんなことして好きなんでしょ。はい、もう嫌いになった。触りたくもない。近寄るな、ひど。許してくれるか。いいよ、許してあげる。もう会うこともないけど。ああ、意外と選択肢の奥はあったな。ご飯だよ、ご飯。食べてただけじゃないでしょ、で。そうだけど、で。キスしてたのも認めるんだ。それは違う。じゃあ、何してんの？あれ、戻っちゃった。何もしてないよ。なんかもう優柔不断だな。いや、キスしようとしてたじゃん。あー、キスね。俺の地元では普通なんで。違うよ。キスじゃなかったの？いやいや、キスじゃない。いや、キスだよ。なんだこれ。いやいや、キスじゃないよ。そういうことは公然でしないよ。あ、めっちゃ顔くっついてたじゃん。バカ、口臭検査だよ。鏡の代わりに、カノトモさんの目を見てたんだよ。直接見たわけじゃないだろう。
ナルシスト気取ったってしょうがないしな、かなともさんの目を見てたんだよって。うーん、だからこのバカ公衆検査だような、このバカのこのバが多分、ダメな気がするな。直接見たわけじゃないだろ、とぼけないでこの目でちゃんと見てたから。ガラス越しにだろ、このガラスちょっと曲がってるし、光の屈折でキスしてるように見えたんじゃないかな。手はどう見ても握ってたけど。違う違う、握ってないよ、2ミリ浮かしてたからドラえもんか。俺くんの手って温かいですよね。握ってない握ってない握ってない、触れただけ。熱い鍋に手をかざしただけでも温かいだろ、それと一緒、触らずとも熱は感じるよ。なんでカノトモの手に手をかざす必要があるの。カノトモさんも帰っちゃったよ。カノトモさんの手を近くにおしぼりを置いてたから間違えたんだ。これでいいや。うん、100歩譲ってキスも手も握ってないとして、夜に2人っきりで食事して至近距離で話す必要ないよね。いや、必要があったんだって、内緒話だ。なんだ、停電か。大変申し訳ございません、すぐに対応しますので。停電、これはチャンスだ。これは彼女の手を握って逃げた方がいいんじゃないの。まあ間違える可能性ありそうだけど。え、ちょっと俺くんどこに。お、大丈夫だった、うまくいった。こんなところまで連れてきてどういうつもり。もう言い訳は尽きちゃったの。私も黙って消えればよかったのに、なんでそうしなかったんだろう。俺は何度喧嘩したって、何度も食い下がってお前を説得する。お前がいないと俺ダメなんだ。だから次はないからね。許してくれるんかい。全然言い訳になってなかったけど。1ヶ月後、彼女。ねえ俺くん、ネズミランド行こうよ。わざわざそんな道具まで。じゃあ生パスタ食べに行く。もう大好物なんだなこの俺くん。わあ、ネズミランド楽しみだな。ああ、もうトラウマになってんのか、生パスタの店が。あれから俺の彼女はさらに手強くなった。俺だって負けてないけどね。気になるところタップ。パソコンが光ってる。はい、あれエンディングじゃないのこれ。カノトモ、彼女とはうまくいきましたか。おう、ブレーカー落とすとか、マジファインプレーで。おお、助けてくれたのか。はーん、やるね。ただまあ浮気相手だけどね、彼女の友達のくせに。やべえやつやで、カノトモも。これまだ次あんの。おお、まだあった。ステージ。はてな。ステージ3、シークレット解放。どうやって?これ、どうやってやんの?分岐をこう、うまいことやんないとダメなのか。エンドの回収率が 90% 以上で解放。マジか。ちょっとじゃあ、やる?ステージ3をなんか適当にあれこれクリアしてたら、シークレットステージ1個解放できて、アレナホンっていうステージが出てきたんで、ちょっとやってみます。彼女。もう邪魔、起きてよ。俺。もっと吸って、変態だ。もういい、こっちから掃除する。ガガガ、ゴ。あ、ベッドの下だ。あれ、何か引っかかって。これはまずいですね。アレナホンってもう本当にアレナホンですね。まずいですね。ベッドの下から出てきたんだけど。これあれですか、こういうのは見逃してくれない彼女ですか。これ何。あー、あいつ置いてったなーでいいんじゃないのかな。なんだこれは、ちょっとさすがにな。何言ってそういう本だよ。まあ、これが一番素直だけど、ここはまあ一応言い訳として、あー、あいつ置いてったなーでいいんじゃない。
ああいつ置いてったなあいつって誰よあれは小学1年の夏だった。仲の良かったいたずら好きのあいつが転校するときに俺に残していった最後のいたずらに違いない。あいつ今頃どうしてっかな。小学1年のもうこれ何年後、下手したら10年後以上でしょ。まあこれ面白そうだからやってみよう最後のいたずらに違いない。あいつ今頃どうしてっかな。本の発行日先週なんだけどしまった、すんごい簡単に論破された。これ何だから、まああいつ置いてったな、で、あいつって誰よ。友達が置いてったんで普通にこれでいいんじゃない。友達が置いてったんだよ。俺が嘘ついてるように見えるで、見えるって言われたらそれまでだから、なんなら聞いてみてもいいよ、強気んでよ。分かった。うわ聞くんかい。ダメか、失敗か。じゃあ俺を信じろって言ってみるか。あいつ置いてったな、友達が置いてったんだよ。俺が嘘ついてるように見える、見えるだろうな。うんダメだダメだ、友達路線全滅だ。じゃあ親父にするか。でも親父がなんで置いてくんだって感じだけどな。じゃあなんだこれ、知らねえな。え、俺くんのでしょ。え、いや、それより駅前にクレープ屋できたの知ってるそれよりえ、そうなんだ、食べたいな、俺も食べたいんだよね、今から行こうよ。うん、その前にこれ何、くそ何ってそういう本だよ。私がいるのにこんなもの読むの。なるほど、男はみんな読む、聞いてみてよ。あ、ほら、どことなくお前に似てない。これ似てるからってなんか余計嫌じゃない。ん、こんなものとはどういうものかな、もっとそのあたりを掘り下げてプレゼンしてもらっていい。男はみんな読む、聞いてみてよ。じゃあお父さんに聞いてみるね。おわー、本当に来た。お父さん、かの父、僕はこの本が大好きで毎号欠かさず買っています。僕は死ぬまで読むのをやめないおー、そうなの、男はみんな読みますよねでいいんじゃない。あ、娘の前でいい格好してしやがったこいつ。ぐぬー、ダメだこりゃ。じゃあなんだこれ、知らねえな。え、俺くんのでしょ。いや、捨てていいよ。知らんし、捨てていいよ。じゃあ捨てるね。物を大切にしろ、逆ギレだ。俺に必要なお前がいるからだよね。お、言い訳クリア。でもなんかもう顔は怒ってるし泣いてるしよかったのかなこれで。まあとりあえずクリアでいいんじゃない。ここはステージ4をクリアすると出んのか。よし、じゃあまたちょっとあれこれちょっと探ってみよう。ステージ4のなんか外食してる時の記念日なんでしょうみたいなところで適当にやってたらシークレットステージ出ました。シークレットステージ飯まず。よし行くぜ。俺なあ、お腹ペコペコ。彼女、もうすぐできるから食後のデザートはお前なやだ相変わらずのバカップルな。お待たせ、うまそう。何作ったんだろう、ハンバーグかなおお、リアルタッチ。ねえこれ言い訳で逃れんの。どうかな、美味しいでいいんじゃない。うん、美味しい。なんか震えてるけど、
美味しくて震えるよくわかんないけど、よかった、どんどん食べてもういくらでも食べれるよ、食べられるよわあ虹だ、キラ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 。え、これいいんじゃないの、ダメなの、入っちゃったってことでダメなのか。もう一回もう一回どうかな。うん、美味しい、うん、美味しい。なんか震えてるけど、一緒に食べない、多分味見してないだろうから、一緒に食べたら自覚するだろう。ダイエット中だから。あ、そうなの、すごい言い訳だな、それの方が。どうかな。うわ、すごい、何がすごいのか分かんないけど、すごいって天才的だなって意味さ。あんなところにすごいでかいハエ、料理についたら大変だ、これにしよう。え、どこどこ、今のうちにこの隙に料理をなんとかしよう。味変するか、タッパーに入れるか、水を飲むか、タッパーに入れよう、タッパータッパー、よし、タッパーに料理を詰めて持ち帰ろう。お前タッパー持ってきてたのか、すごいな。もう食べたの？ごちそうさま。さて、食後のデザートをもらおうかな。次は一緒に作りたいな。食後のデザートをもらおうかな。で、うまくいくかな。こっちにしてみよう。さて、食後のデザートをもらおうかな。もう。ティーリーン。終わった。帰った方がいいな。今ので帰ったらいいんじゃない？わ、すごいで。すごいって、すごい食器使ってるなって天才的だなって意味さ。嬉しい、これから毎日作るね、味見をしたらな。ダメだ、さっきのやつやろう。わ、すごい、すごいって。で、あんなとこにすごいでかいハエが、どこどこで、今のうちにタッパーに詰めます。よし、タッパーに料理を詰めて持ち帰ろう。もう食べたの？ごちそうさま。次は一緒に作りたいな。あ、楽しそう。やったぜ。まあこんなもんでしょう。いい顔。あとはエンドの回収率が 90% 以上か。これはちょっとだるそうだから遠慮するかな。というわけで結構面白かったね。他にもまだこのシリーズのゲームあるみたいなんで、やってみようと思います。それじゃあまたね、バイバイ。